あの楽天が、えー、菅政権及び総務省の人間等によりいじめられてきたという話はしてきたと思います、えー、だから、これっていうのはもうこうなる前にもうすでに、ねえー、このところだけじゃなくて第,第三者としてあてがっておくべきだったわけね。<laughs> 700メガ対、800メガ900メガ帯ね。で、1.7ギガのその高周波帯で楽天が、あのね、エリアをカバーするというふうに思ってたのが大間違いで、それに対して助言を与えてくれなかったわけ、総務省が。ね。これだけ3社の実績があり、分かってたはずでしょ、お役人たちが。それを全部無視して、要は楽天を、楽,楽天モバイルで、 ね、倒産させるためにやってきた要は1.7ギガ体を逆にいっぱい与えておいてそして勘違いさせやってきたというそういうふうな流れそして菅政権が取った、まあ、菅政権じゃなくても、まあ、その傾向はあるわけですからだから電波オークションしないわけですからだからあの、ねえー、役人が世間、えー、の流れ世界の潮流を見ずにやってきたツケが回ってきたわけね。 だから私はですね楽天が楽天モバイルが復活するとは考えておりませんけれどもね今、必死に抵抗しているわけでしょ。これがうまくいくかどうかといったら私は非常に疑問です。要は作り直さないといけないので一応ですね送信の基地局の方のやつが770から773メガそしてえまあ端,末機側ね端末機側が715から718という3メガ。 だから、えーまあ、干渉等は、えー、問題ないでしょう、これね、えー、そして最終的には、まああの、テレビの、テレビっていうのはオワコンに行きますから、そこも開放される方向にいずれ行くと思うんですけどね、<laughs> 要は物を売れないから、物で売れないところの公共の電波の領域をテレビ用に開けとくというのは、ナンセンスですから、いずれ行くわけね。でそこに対して社、ね、でで行くんですかって ね、4社で4社ないし5社で行った方がいいんじゃないですかって普通に考えてねでそれを拒んできたのが総務省であり、ねえー、まあ <laughs> いろいろなんですけども今これに便乗して私が気に食わないのはこれに便乗して、えー、堀江貴文ねもしくは東谷義和が、えー、ねその えー、便乗して色々や、いろいろ去年からやり始めてきたことが気に食わないわけ。これは合法的に行われてればいいんですけど、そもそもが犯罪者を、え犯罪者もしくは犯罪,者の犯罪の疑いがある人を、要は詐欺ね、詐欺の疑いがある人を国会議員にできるシステムを作っていたわけねで。その前に私は告発してますから、消費者庁にね。その前段で そう小さいところで止めておかなかったから今こういう問題が生じてきてで一般国民が斎藤健一郎を告発しないと刑事告発しないといけないような検討をしまず、ねえー、やってきます今準備してますけどやっていかないといけないわけ、ね、これに便乗していろいろやってるわけでしょ。 堀江貴文が、堀江門新党の会計責任者、斎藤健一郎参議院議員を私は刑事告発をね、今、これ、総務省も含めて考えてますから、総務省に対する国家賠償法のその辺の絡みで、今、書類を集め始めてますけれども、ね、だから、そういうのを含めてやってきますので、ぜひですね楽天の三木谷さん、2000万円貸してください。 ねえー、2000万円貸していただきましたらここら辺を完遂できる自信があります、まあ、結果どうなるか分からないけどねそんなもんでつぶ、まあ、一国民がやるやつで潰される可能性あると思いますけど、ねね、だから私多分この界隈で、えー、楽天の三木谷さんが意地悪されてきたっていうのは、えー、言ってるのは私ぐらいしか多分いないと思うんだけど、ね、でこれ,これ、ね、意見収集7月31日に。 これ、出てますけどで、ね、こ,れこれ自体が今、政治家女子48党でやってる代表権争いと同じよう本物事の本質から見透かす方向に行ってるわけね。だから私は楽天の、楽天自体が騙されたと思ってる。 <laughs> 誰さんにだまされたか当然ですけど、KDDI、ドコモやソフトバンク、これらによってだまされたと。あと、と時の、えー、政治家、えー、自民党の上の人たちと、あと、総務省の官僚、えー、この人たちに楽天がだまされたと思ってるわけね。だってこの3社っていうのは実績あるわけ。だから波長がだいい四43センチですか ?700 メガだったら43センチね。300割る300割る まあ光の速度を割るえー周波数ということで 700MHz でやれば4 3ンチこの4 0ンチぐらいがまあ我々の生活用品式ね窓の大きさですとかビルの作りビルの開口部エレベーター特にエレベーター、えー 施設だったらエレベーターとかね、ああいうエレベーター内で通,じる通信が通じる、もしくは移動通信、移動,移動してるときに通信が通じるというのは、電波干渉、かなり関わってきますから、1.7ギガじゃきついわけね。だからそ,そこにノウハウがない楽天が突っ切ったのはちょっと恐ろしいんだけど、<laughs> ね、誰もね、総務省も誰もね、あのなんつうか助言を与えてない。 だから若者のことを考えてないわけでしょほとんどの400万人ぐらいの楽天モバイルのユーザーというのは比較的若い人たちでしょ。 ね、若い人たちのことをの,その電,波電,波難民電波難民が訪れることを知り得ながら、失敗事業が失敗することを知り得ながら総務省とか先行、ね、で行ってノウハウを蓄積して、まあ、全部やるとは言わないけどノウハウを蓄積していてしかも、ね、我々の高級の日本,人、ね、日本人全員が使えるはずの,その高級の残済この空間の電波ね電波。 ね、それを使わせている人たちの責任感がないわけ、要はね、責任感どころか、それを既得権にして意地,や意地悪をしてきた、要は三木谷さんがいじめられたんです、この楽天モバイルに関しては。ね、そして今も実はいじめられてるんです、こ,れ <laughs>、ね、この意見収集を見れば、ね楽、楽天のモバイル用には割り当ててるの当たり前よそれ、ね、倒産しちゃったらもういろ、いろんなものがなくなるからね。 急いで、えー、総務省が楽天に対してプラチナンバンドを割り当てるよっていうのいろいろやってるわけ。ね、ドコモとかソフトバンクとか KDI でもやりすぎやりすぎたっつってやってるわけでしょ、今、ね。やりすぎたっつってやってるわけ。でもその前はいじめてんだから。ね いじ,めてるいじめっ子たちが今、ね、今、ね、い,い,いじめていたことじゃなくて、自分たちは被害者ですみたいな、本当は加害者じゃないのに、被害者ぶってして、えーね、やってるからこういう意見が出てくるんだよ。これもう楽天のためにやってるんでしょって当たり前でしょって、ね。それをなぜかと,い,うといじめられてきたから楽天が。いじめられてきたから、ね、こういうやばい、楽天がやばい状態になったら助け舟を出さないと本当に終わるからね。ね 今後,今後テレビの放送電波枠なんてなくなっていくからだ,だって物を売れないからテレビ見る人がいなくなるわけだからそもそも、ね、家の中にいてテレビを見る人たちがいません、ね、家の中で見るときも放送一方ここで降り注いでくるんじゃなくて通信自分たちが能動的にこれを見たいというふうにその需要と供給に応える形でやっていくようそういうシステム要は放送から通信への えー、その移行になっていくわけ、我々の子供とか孫や世代ね。だから、公共の電波の中にテレビとかね、えー、バーンっていってるけど、そのテレビの権力関係がもう全部失われてきて、最終的には NTT の光ファイバーの時代になるわけね。これ、ね、3社が強いっつっても、これ、光ファイバーに全部ねあの、握られてますからね。これ、ね、KDDI、ドコモもソフトバンクも最終的には NTT の光ファイバー回線に握られてるから、楽天もすべて。 電波,電波よりもまあ 2, 万倍2万倍というかまあ2000倍にしておこうか二千倍から3000倍ぐらいの情報伝達量なんですよ光は、ね、電磁光はもう電磁波ですけど今使っているこの電波よりも、ね、2000倍ぐらい情報伝達能力があるわけそもそもはね。 同じメタル回線の同じファイの同じ K の洗剤で送るより2000から3000倍を同じ K で光ファイバーケーブルでやったならば光ねやったならば2000から3000だからこれその2000から3000で行った基地局の先から電波にしてるわけでしょでその電波はね光と違って空間空間中行きますから有線じゃなくて無線ですから無線ですから ぶっ放すわけぶっ放すっていうことは我々の公共の財産であるこの空間を使うわけだからだからこういう割り当てが出てくるんだけど干渉,干渉の問題があるからね。だからまあこれ,これ見れば基地局が770から773端末機側が <laughs>。 端末機側が715から718ですから、ほぼ干渉はないなっていうのは分かるわけ。要はこっちから出すやつは言っても0.5ワットちょっと分かんないですけど、私ね、端末機の iPhone の設計やったことないから分かんないけど <laughs>、マックスパワーっつっても言うても知れてるものなわけね。そして基地局から来るやつは結構でかめのやつ来るんですけど、それでも言うても知れてるもんわけ。そしてさらに基地局から来る方は770から7十 3なので KDDI の基地局とおよびひ、えー、歪みね歪みのスプリアスになるところの、えー、やつを <laughs>。 対策しないといけないいいとけ送信だったらアップコンバージョンしてますし受信だったらダウンコンバージョンしてますからそこでの、えー、歪みの <laughs>、えー、ケースに当たる部分はスプリアスにあ当たる部分にはフィルター等で干渉等を、えー、抑えるコンキーをやらないといけないと思いますけど、まあ、それももう,もうすでに、えー、やってると思うだけどハードウェア変えないといけないからねあのこっちじゃなくてハードウェアはあの基地局の方楽天モバイルの方変えないといけないから金銭がかかるわけね。 でゼリーがかけて一生懸命運用したとてどう勝つなのはちょっとわからない要はもともと1.7ギガのでエリアカバーできるというその幻想を抱いてやってきてみましたから700メガ帯とか800メガプラチナバンドに特化した基地国のな配置ってやってないはずなのでこれからなんで。 ね、いきなりバンってプラチナバンドをゲットしましたっつって、えー、もしくはそのいじめっ子たちが、えー、被害者ぶってしてプラチナバンドもともとやろうっつってたのに、ね、楽天が1.7ギ,ギアでつながりますって、ね、その話に持ってかないでやってたから暴走していっちゃったんでしょみたいな感じで <laughs> やったわけでしょきっとね。 えーまあ、両者、ある程度の痛み分け部分はありますけど、えーまあ、ほぼすべて私は、えーね、あのその知らないからといって、そういうことをやってきた、あいじめっこをやってきた菅政権ですとか安倍政権ですとか、えー、総務省の官僚、これらを、えー、私はちょっと憎んでおりますので。 えー、だから、斎、まあ、藤健一郎ね、堀江貴文今、今、やってってるわけでしょ楽天のことで金儲けしてるわけでしょ楽天を叩くことにより金儲けしてるわけでしょ堀江貴文がね。えー、東谷義和、楽天のね、えー、ねその三木谷さんが、えー、どうのこうのっていうのをやったわけでしょそもそもがね。 でその含めて、えーねあのーえー、刑事告発を今、えー、準備中でございます。検討しております。これ、マジでやってますから、ぜひですね楽天の三木谷さん、2000万円貸してください。貸していただき直したら、公証人役場でしっかりと公正証書、強制執行条件付きの公正証書にまとめた上でえで、ー、実質年6%ぐらいですね、最初の年が10%、その次から、えー、っと、えー 5%、5%、5%、5%と4年間で、トータル10%と5年間で実質6%で5年間で、立花、ね、隆が、えー、国民から10.5億借りたやり方と決定的に違うのは、この時期に返してくださいと言われたら、これの額しか返せませんよ。例えば100万貸してくださって方が1年以内に返してくださいって言ったら、もうそれ20万ぐらい例えば、ね、20万ぐらいしか返せませんよ。残りの80万は返せないんでいいんですか で2年目だったならば30万とか4年目だったら、えー、40万とかね <laughs> 最後の年は100万だったら100万返しますでその年ごとにリスクやりますだから要は借金っていうのは、えー、延命というか時間稼ぎなんでその時間稼ぎの時にいつでも返して、ね、期限決めてないからいつでも返してくださいって言われたら返せますよって言ってたらそれ取り付け騒ぎが生じたならば終わりじゃん詐欺じゃん その詐欺の状態を今、大津エアカと斉藤健一郎が代表権の争いをしているということで散らしているわけでしょ散らしているわけだけど実際はその国民に対する詐欺の疑惑が非常に強いわけだからそこを私は告発していきますので2000万貸していただけたらばその費用に当てたいと思います。 ぜひ楽天の三木谷さん、えー、楽天の三木谷さんがいじめられてきたというのは一発で分かります、この意見収集ね、7月31日、意見収集ね、これ、これあれですからね、被害者があ、加害者が被害者ぶってやってますから、やってますから、これもう楽天に対して、いや,やってるように見えるじゃないですかとかっていうね、で楽天をこう擁護するような発言を。 総務省がやってってるんですけど、実際はいじめたのは総務省ですからね、えー、もしくはこの3社ですから、えー、菅義偉とかがいじめたわけですから、この KDDI、ドコモ、ソフトバンクを含めてね。<laughs> だから、似てるでしょ、ね、NHK 受信料を不払いしている人たちは被害者ですって言ってるわけ。 ね、加害者なんだけど誰に対して加害者かって言ったら NHK 受信料を支払ってる人に分担金ですからその支払ってる人に対する加害者側なんですけど被害者ですってのが斎藤健一郎という国会議員浜田聡という国会議員ですそして、ね、その公寮でやってきたやつをいきなりやめますって言ったのが大津やか。ね ね、完全に詐欺グループです、大津屋家も、<laughs> 私からしてみればね、詐欺グループだよね。だって今まで NHK 受信料を不払い、不払いをしていくっつって言ったのに、やめますっつっるわけだから、代表者が。ね、それ詐欺でしょ <laughs> 不払い者を支援していく実質スクランブル放送が実質されましたよって。 ね、できないことだったんだけど実質、代替案として達成しましたよそれ不払い者に対して NHK から裁判されたらほぼ99%負けますので負けたならば裁判費用と NHK 受信料負担分を時、ね、効の延用してそして 5, 5年分か分からないけどそれを、えー、お支払いしますよ つっっててて票を集めてきて国政政党になった要は金をばらまきますよということを約束してある条件で金をばらまきますよというそのね加害者加害者を被害者に見立て上げて NHK の被害者ですって言いながらそして金をばらまきますよつって票を集めてきたのが NHK 党なわけ旧 N, N 国党ね旧 N 国党なわけ私からしてみればね だから、じゃあね、それをやめますって言ってるわけ。大津やかという今の現代表者がそれをやめますって言ってるの。詐欺ですよね。ねそして金返せやってきてるやつに対して金を返しませんって言ってるわけ。ね、その理由は代表権争いをしているからね。 そして代表権を争いをしてない,えしてないんでしょって今大津屋かさんで決まってるんでしょっつった場合には斉藤健一郎と大津屋かが認めればそのか金返せやっつってる人たちにね、えー、金を返せるはずなのにそれを怠ってるわけです詐欺でしょ、ね、詐欺に加担してるわけですそれ,をそれを認めてるのは総務省も認めてるわけ、ねえー、政治家女子48等と総務省が屈託して えやってるしかもガーシ東谷義和ね楽天の三木谷さんよく聞いてください東谷義一の弁護士費用を大量に堀江門新党が集めてます、ね、が楽天の三木谷さんに何か言ってきた東谷義和、えー、に対する弁護士費用を堀エモ門新党会計責任者が斎藤健一郎という国会議員です東谷義和が、えー、逮捕されて国会議員になった斎藤健一郎が金を集めてますね 私はその斎藤健一郎を刑事告発を準備しております、今。検討段階です。ねえー、しますとは、断経的には言えませんけど、このまま行ったならば今、準備してますから、行きます。楽天の三木谷さんが2000万円貸してくれなくても行きます。もし2000万円貸してくれたならば、国家賠償法で総務省もセットでやれるかもしれません。 ね、弁護士等がつくかもしれないしそれ専門で一応やることができるようになりますので2000万円貸してくれたら専門で総務省を国家賠償法でやっていくこともできるかもしれません、ね、楽天をい今まで散々いじめてきた、ねねね、楽天モバイル楽天モバイルプラチバナバ,バンドがなくて大丈夫って思ったんですか 私は数年前から、まあ、私、電磁波やってきましたから、無理なんですよ。ね、この3社、ここの帯域を収めないと無理なので。エレベーターとかでつながらないの、ね。いいですか、新幹線とか車の中でつながらないわけ。無理じゃん。ね、楽天モバイルを、ねえー、使って、えーね、移動中の,そのなんか音楽を聴いたりですとか、YouTube プレミアムで、えーね YouTube の音楽聴いたりですとかそのダウンロードしながらねもしくは DazON でワールドカップサッカーをテレビで移動中に見たりですとかね操作はできないけどまあ助手席に座ってる人とか見るわけでしょもしくはね大画面にもできるわけだからそのテザリングとかすればねそれがね えー、まさか1.7ギがあったならばできるって考えてたんですか、ね、テ,レビのあテレビじゃない、車の,あのフレームとかそういう開口部に解説して700メガ体だったら波長43センチでしょ、大体700メガでね、光の速度悪い周波数で43センチでしょ、大体、ね。こういう大体この辺の数十センチの,その, <laughs> あのものでやらないと解説してくれないわけ、入ってこれないわけ。 ね、だからこの退役っていうのは必要なわけこれから常にね我々の生活様式が例えばもっとでかいでっかい窓作りますとかでっかい車作りますとかっつったらね2倍3倍ぐらいのでっかい窓ですとかね,ねエレベーターとかも、ね、エレベーターのドアの開口部とかっていうのは もうエレベーター自体がビルの中じゃなくてもう外側に全部建築基準で、ねえー、建てられてしかもその開口部がめちゃくちゃでかいですと、ね、1 0ルも2 0もぐらいあるガラス張りのそういうものでやります、ね。移、えー、移動速度は、えー、移動速速度度はは、えー こう,こうです、ね、電波環境を考えたらこうです、車も、ね、電波環境を考えたらこうです、ね、そしてそれに対して基地局を1.7ギガで基地局をこういうふうに配置していきますとかってやっていくんだったら、この場、帯域いらないわけ、KDDI どこもソフトバンク総務省が何言おうが尽きて1.7ギガだけでやっていけばいいんですけど、無理でしょう。 だって建築、今までの財産を捨てることできないから、えね、建築物をぶっ壊すみたいな、今までの NHK をぶっ壊すみたいな、今までのインフラをすべてぶっ壊すみたいな、えー、人が出てきて、本当にぶっ壊れない限りは無理なわけ。だからここの大陸取りに行かないといけないの、絶対。これから 5G に,になろうが、6G になろうが。 ね、我々の建築物とか生活様式が大体こんな感じで <laughs> ありますから、ね、これをもし,もしやるとするんだったら w i フ f i と同じでもう,、ね、もう1メートル間隔ごとにそのアンテナ立てていくとかそういうことをしないといけないわけだよそもそもはね,ね無理なわけ無理でしょコストかかるでしょって、ね、コストかかるから1.7ギガの基地局なんてほとんど立てちゃいけないわどっちかというと700メガはメインでやっていってね 通信速度がえー遅くなりそうな、そういう群衆が集まるような場所には、相当1.7ギガのそういうものを建てたり、田舎ではもう,もうほとんどコストのために、田舎の基地局に1億円ぐらいの鉄塔を建てて、そこに1.7ギガのやつやってるって無理でしょ、そこに700メガぐらいのやつを1本建ててやるか、もしくは KDDI とかドコモとかソフトバンクのやつを利用させてもらうか、これぐらいしかできないですよ、そもそもね。 でそれを勘違いさせるようにしたわけ。ね、そこをい,やいじめ、いじばるよもう。いじめっ子なわけよ。総務省も、ね、KDDI もドコモもソフトバンクもいじめっ子なわけ。ね、そして政治家が何よりいじめっ子菅義偉がいじめっ子のボスなわけ。ね、何やったんですかって、ね、楽天モバイルこれからだなと思ったときに何やったんですか菅義偉が。 最悪の愚策をやったわけです。私からしてみればね。最悪の愚策をやったわけ。ね,ね、まあそれ。それにみんな気づかないけれども、そのいじめにみんな気づかなくて、最終的にどうなるか、自分の代のことしか考えてない。ね。自分の代が携帯料金が下げました、菅さん、ガス、万歳みたいな感じでしょ。私なんかは違うんです。自分の子供とか孫の世代を考えるから、何やってるんですか、菅義偉って思ったわけね。 クソ野郎とお私と同じ秋田県の小河郡のの、ね、私2回ぐらい家に嫁、えー、しに行きましたけれどもねふざけんなって感じです私と同じ秋田県小河郡の出身の菅義偉ーすみたいな感じにな,なったわけその時ね気持ち的には、ね、それと同じで今、ね、あ楽天の三木谷さんのことをいろいろやっていた、ねね、堀江貴文とか ぶっ壊すっていう今感じになってますからぜひです、ね、2000万貸していただけたら公正証書に落として、ねあのね、国政政党の、えー、斉藤健一郎は、ねえー、あのとか大津屋家は公正証書も作らないで国民から10.4億円を借り貸し出してきていることを許しているわけね実際は立高隆という人間と上杉隆という人間は借りたわけですけれどもそれを引き継いでいるわけですから引き継いだのに公正証書化とかしようとしていないわけね,ね トリッパグレール可能性があるわけで。そっちの人たちからしてみればね。うまあい,いんですけど。はい、そういうことです。以上です。